昔昔このソハラの空の雲の上に雷様が一人で住んでござったと。まだ若い雷様でちーとばかり気の短いところがあっての、雨を降らそうと雨雲を呼び集めるときなんぞ、ちょっと集まりが遅い雲には何やっとったんや、呼んだらすぐ来んか、ゴロゴロガラガラと大声でよく怒鳴らせたんやと。それにたまに遊びに寄ってくれた仲間の雷様にも何ぞ気に入らんことがあると、もう顔を真っ赤にしてゴロゴロピカピカとやりだすこともようあったんやと。それで年寄りの雷サンタは、困ったやつやな、元気があるチューンはええが、まだまだ修行が足らんわい、そうたびたび怒ってばかりおっては今に困ったことになるぞな、っていい人らしたんやと。そんな風やで、その下の村々の百姓春太は大困りやわな、雷様が怒らせるたんびにピカッゴロゴロゴロ落ちてござるもんやで、田んぼで働いとる人が大怪我をしたり悪くすると死んでしまうこともあっての、また雨が止んでやれやれ雷様も静まらしたわいと思っとるところへ、ガラガラどっしんと屋根へ落ちてござって、家が丸焼けになってまったり、山に落ちやしてせっかく育ちかけた木を黒焦げにされてしまったりで、この雷様にはほとほと泣かされとったんやと。ある年のやっぱり夏のことやった。この雷様はな、何かあったと見えてどえらい怒り出したんや。その日はよっぽど腹が立ったと見えて、いつもよりひでえ勢いでぐわーゴロゴロと、そばにあった雨雲を思いっきり蹴飛ばして落ちてござった。ちょうどそこは八幡様の真上やった。境内に一番高い木が見えたで、その木に落ちるつもりやったんが、あんまり怒っとったんで調子が狂ってしまったんやろか、その木の黒にあった大きな井戸の中にゴロゴロドボンと落ちてまったんや。ゴロンウォーンと思わず井戸の中で大声を上げたんやが、井戸は不幸でさすがの雷様にもすぐに出てくることはできなんだ。お社の中でこの様子を見ておられた神様が、しめた、この雷を井戸の中に閉じ込めてしまえばきっと村の衆も助かろうとお言いなされてな、神を恐れずお宮の井戸に落ちるとは不届きのやつじゃと言わして、大きな石で蓋をしてしまわれた。こうなったらいくら雷様でももう井戸から出てくることはできんわな。そこで真っ暗な井戸の中からしょんぼりと、神様、もう決してこの辺りに落ちて村の衆を困らせたりしません、井戸から出してくだされと頼んだんやと。神様はこのままずっと閉じ込めておくのもええが、少しかわいそうやなと思いなされての、もう決してこの辺りに落ちたりせんとちゃんと約束するかと言わせたんや。すると雷様は、はい、もう決して落ちてはきませんと
涙を流して約束したんやと。ほして、もう短気をやめよ、怒ってばっかおってはろくなことないでなあと心に決めたんやと。それで神様は大石をどけて雷様を空へ返してやらしたんや。それからはこの曽原のあたりへは昔ほど雷が落ちんようになったんやと。その井戸は今でもこの笠見神社の境内にあるわな。おしまい。